いやあ、刹那健介だよ。今回は箱庭の歌パート27かな、やっていきたいと思います。ロードパート26、 YouTube にアップした分はこれよりパート26の最後の方、ちょっと26の定期生放送でやった方よりちょっとオーバーしたんですが、その分ちょっとこれは26話の、もういやもう、もういや、説明不要、説明不要です。はい、不思議な子よね、子供みたいっていうかさ。あ、そうだ、前回のあらすじ言ってなかったな。まあ動画見ろ、動画見て。めんどくさい、動画見て、前のパートを見てくれればいいや。それはいいや、もうグダグダ剣だ、これ以上グダらせたくないんだ。見てね、動画。そう、伊豆木の言うように子供が成長していくような、そんな感じだった。それもこれも記憶喪失が原因であることは間違いない。この先、もし小鳥が記憶を取り戻したらとしたら、小鳥はどのように変わるのだろう。まあ、そんなの、その時になってみないとわからないよな。小難しいことを考えるのはやめて、箸を握り直す。が、あ、そうだそうだ。YouTube にアップした分は、このガーのところで終わって、次のガーの後に何が来るか楽しみですね、の状態で終わらせたんやった。じゃあ、そんなに間が空いたわけないやねん。よし。じゃあ、こっからです。問題は、が。え？もう、ほとんど残ってない。いつの間に。あ、足立だって言うの？いや、お前以外いねえし。伊月、そんなに食ったん？話は間にいつの間にそんなに食ったんや。どんだけの量あったか知らんけどな。食いしん坊にもほどほどにしとけよ、お前。いつか太るぞ、お前。あ、シーン変わった。そんだけ？お昼ご飯を食べ終え、片付けも済ませると、いよいよ暇になった。何も話すことないんかい、お前ら。いざ二人きりになったら何も話すことのないような恋人カップル。何も話すことないやん、みたいな。何喋っていいか分かんないみたいな顔してる。使い始めのカップルか、お前らは。言い出しっぺがいないと本当にすることなくなっちゃうな。そうね、ちょっと凌介、何か面白いことしなさいよ。何変な無茶ぶりしてんの。わあ、最低の振りだな。私と凌介しかいないんだから、その二人特有の何かをしなきゃダメよね。例えば、あんた何が好きだっけ。小鳥ちゃん。急に言われてもパッと浮かばないな。ってつまんない答えね。まあいいわ、じゃあ私に付き合いなさいよ。おう、なんなん伊月、お前食い物の話を3時間とかされても俺な、頭ついていけんでさ、10分ぐらい聞いたところで寝ると思うぞ。何すんの。探検。ん？は？なんか子供っぽいのを始めたよ。子供っぽい遊びを始めようとしてる、伊月ちゃん。どうした？なんかあるある探検隊でも始めるか。あるある探検隊。え、なんなん？レギュラーか。くしゃみと同時におなら出る。ごだ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 。どこか、え？なんか今日よう噛むな。なんか。どこだったかしら。何探してんの？懐中電灯よ。必需品でしょ？探検には。どこ行くんや、懐中電灯とか。洞窟行くやつだろそれ。洞窟、外そんなに暗くないと。あ、でも雨降りよけん曇っとんかな。どうでもいいわ。探検ってどこを探検すんのさ。ここよ、ここ。ここって本拠地のこと。そうよ。ほぼ毎日来てるのに今さらどこを探検するって言うんだよ。そんなの決まってるでしょ。あった、懐中電灯。2階よ。え？ 2 階とかあんのこれ。てか逆に2階行ったことないんかって話や。え？本拠地2階は一応立ち入り禁止ということになっている。え？なんで？なんかある？え？立ち入り禁止っていうレッテル貼る意味はなんかあるん？なんなん？え？ 2階宇宙人とかすんの？宇宙人かくまっと、もしかして。
本拠地、心の本拠地は誰の土地なんか知らんけどさ、え、宇宙人とかかくまってんの。あ、そうだ、視聴者さん、視聴者さんにちょっと今のちょっと今更やけど言っておきますけど、これ収録生放送で、収録 生放送で放送してるんですけど、コメントはしてくださったら放送中に読んでいくんで、反応していくんで、気楽にコメントしてくださいね。歩に行くなって言われてんじゃん。だから歩が今いない、今しかないじゃん。他の連中はすぐ喋っちゃいそうだけど、あんたなら秘密にするでしょ。まあそうやな、俺の口の硬さはな、世間一般で言う右に出ることはないという、右に出る者はいないっていう、そういう扱いを受けてるからね。ま、来ないなら来ないで好きにしたらいいけど、私は行くわよ。2階で何を見ても凌介に教えてあげないからね。伊月、それでいいのか。2階に行って見たものがな、この世のものとは思えないような光景かもしれないんだぞ。それでもいいのか。ほら、どうすんのよ。仕方ないな、行くよ。ま、あんたならそう思うと、そう言うと思ってたわよ。本当素直じゃないわね、凌介は。うるさいな、行くなら早く行くぞ。はいはい。なんか面白い展開になってきましたね。なんかただの雨の打ち合わせしようと思ったのに雨だし、人おらんしでさ、グダグダになりそうなとこだったのにさ、なんか面白い展開に持ってきましたよ。階段を上り2階に到着する。手前と奥に一つずつ部屋があるようで、ドアが二つあった。おお、なんかすごいな。どうすんの。とりあえず手前から見てみましょう。伊月が手前のドアに手をかける。伊月、トラップあるかもしれんぞ。ちょっとだけ押して、ちょっとすぐに引いてみ、すぐに引いてみ。もしかしたら押しっぱなしでもうバンバン押したらな、なんかピーピーバーンってなるかもしれんぞ。大丈夫か伊月、気をつけろ。ドアはきしんだ音を開けながらゆっくり開いていく。え、なんもない。室内は遮光カーテンのせいかとても暗かった。あまり広くもない。物置みたいね。なんかあるんかい。本棚には芸術関係の本がたくさん置いてあって、どれも埃をかぶっている。芸術関係、確かこれ歩むんちの本拠地よな。ああ、芸術関係。トラップどころか何もないだと。面白いものがあったらいいんですけどね。面白いものがあったらいいってところでさ、芸術関係の本って求めてるもんじゃないな。画材や、あ、待てよ。そうじゃ、今思い出したけど、歩むって確か昔絵描きよったんだった。もしかしてその道具、昔歩むが使いよった道具的な、歩むの親かもしれんし、そういうことか。もしかして画材や画板のようなものはたくさんあるが、作品はなかった。勝手にいろいろ触るなよ。言われなくてもわかってるわよ。懐中電灯のスイッチを入れ、入り口付近に立ち止まったまま、伊月は室内のあちこちを照らした。特に面白そうなものはなく、伊月はすぐにスイッチを切った。隣に行ってみましょう。ブーンって伊月のテンションゲージってんがあったらさ、 100% からな、多分 32% くらいまで下がったね。今はもう今のテンションをさ、言葉に合わすとしたらどうだろうな。ちょっと後ろ見て歩いていたら、前に電柱があることを気づかずに電柱にぶつかった時のテンションやな。うん。隣の部屋に移動する。ここもさっきの部屋と同じような作りだった。あー、面白くねえな。せめて作りぐらい一緒じゃねえわ、違うようなやつにしろよな。そんな毎回毎回同じステージだったらさ、マリオでも飽きるんですよ。マリオでも1と1の1とさ、1の2が一緒だったらな、多分俺1の3やらずにゲームをやめるからね。でも置いてあるものは違う。おっと、なんだなんだ、マネキンか。動くマネキンとかあるのか。夜になったら動くマネキンとかあるんか。
布がかけられた板のようなものがいくつも並んでいる。それは早すぎ。何に対してそれは早すぎって言え？早い系の。ん？ああ、そうそうそう、そうかそうか。ああ、1の2でやめるってことに早すぎって言うたんやな。了解で。それは早いか。せめて2の4ぐらいはやらんかったからな。2のボスぐらいは倒さなあかんね。そうですね。あれって絵かしら？多分そうじゃない？おじさんのと歩むのどっちだと思う？わかんないよそんなの。伊月はしばらくそれを見つめた後、ゆっくり室内へと進み始めた。そしてその上へ手をかける。伊月、勝手に見ちゃまずいって。そんなことを言いながらも、僕自身布の下に隠れた絵をに興味津々だった。え、ロウスケ、お前いやらしい想像しとんちゃん。それヌードの女性描かれた絵とかそういうことを期待しとんちゃん。そんなんダメよ。中学3年生ってさ、そういう思春期かもしれんよ。エロ本とか道端に落ちとったらさ、周り確認して拾っていくタイプかもしれんよ。でもそういうんはさ、あかんと思うよ。特にてかさ、俺の動画やけんな。これ俺の生放送やけんな。 R18 したら あかんよ。 R18 にはちょっとだけよ。何そのちょっとだけよって。俺の話の内容からちょっとだけよって言うたらいやらしい方向にしかいかんぞ。お前やめろ。布がめくられる。え、何これ。え、そこには何なのかわからない絵が描かれていた。え、これ前回のパートを見てくださった人はわかると思うんやけどよね。これテトラのところじゃん。え、何これ。え、な、こんなリンクの仕方するか。え、過去とか異世界とかじゃなくて、え何これ。なんだろうこれ。さあ、抱えているものは抽象的で何なのかわからない。俺らわかるよ。俺と視聴者さんわかるよ。常連さんはわかるよこれ。でもなんとなく僕はこれは風景画であると理解した。荒野かな。そう言われてみるとそう見えるかもね。しばらく鑑賞した後、伊月はその隣の A と手を伸ばす。次何が出てくるん。僕ももう止めなかった。なんか怖い。次の絵も同じような絵だったが、伊月の言った通り恐怖心を煽られるような何かがあった。眺めていると吸い込まれそうな気さえしてくる。次へ次へと伊月は布をめくっていく。絵はだんだんと抽象さを増し、もう何が抱えているのかわからない。それでも僕も伊月も見入っていた。やっぱりプロの画家ってすごいわね。うん、僕たちは二人とも絵を描いた主が歩のお父さんであると勝手に思い込んでいた。残りは2枚。やばい、この振りは絶対その2枚になんかすごいものが映っとるだろう。え、何、何があるん。伊月か、布に手をかける。何これ。綺麗やけど何これ。わあ、そこには海から昇る朝日なのか、海に沈む夕日なのか、どちらともつかない太陽が抱えている。綺麗やな。え、もうガチの芸術品で、こんなん売れそうやん。売れそうやぞこんなん。え、これさ、何でも鑑定団に出しに行ったらいいで。え、今田耕司さんに見てもらえば、今田耕司さんに見てもらえばいいやんこんなん。え、1、10、100、1000万とか言うてさ、10万、100万いくかもしれんぞ。行こうぜ、ゴッホが描いたって嘘つこうぜ。この絵がテトラにどのように影響するのか、どうなんだろうな。さっきの荒野は絶対そうやし、まさかこの荒野の後の話でこういうシーンが出てくるんかな。暗い世界が楽しみになってくるな。次の暗い世界がどんな展開になるか楽しみになってくるなこれ。それは
今まで並んでいた絵とはまるで違う。綺麗。私これが一番好きだな。そう、この絵には怖いという感じがまるでない。温かみに何入れ、触れ、あふれか、あふれやな。柔らかく幸せな色合いの綺麗な絵だった。でも未完成なんだね。僕の目には最後まで描かれていないように映った。確かになんかこういう描き方するんだったら誰かを真ん中に置いても良かったんじゃないかなって思ってくるような絵かな。うん、そうね。伊月の声色にわずかな変化を感じる。顔色も優れていないように見えた。どうかした？うん、なんでもない。そう言いながら伊月は最後の一枚に手をかける。どうした？最後の一枚、もう一枚。え、まさかのダブリ。ガチャガチャとかさ、なんかカードゲームのブースターパックとかじゃないんやけんさ、なんで同じもんが。同じ絵？伊月の言う通り、ここに描かれているのも海から覗く太陽の絵だった。え、なんなん？これは明らかに途中だね。うん、途中、それはそうなんだけど、それ以上にもっと何か。これって描いてる人が違うんじゃない？どういうこと？え？あ、でもそう言われてみたらなんかタッチが違うような気がするんやけど、これ微妙にやけどちょっとずれとったりするしさ、この部分尖っとんのにこれはちょっと先の方が平べったいというか、確かに同じ風景には見えるんやけどタッチが違うんか。だからなんなんだって話はちょっと後々分かってくるんかもしれんけどな。そうかな、そうなんじゃないんかな、わからんけどな。絵のことなんて全然わからないが、それでもなんとなく今までの絵との違いを感じた。抱えている絵のレベルはどちらも高く、似ている部分もたくさんある。これ多分歩の絵だと思う。歩？え、多分まだ絵を描いていた頃に描いたんだと思う。伊月は歩といとこで、僕たちがここに出入りするようになる前からここに来ていた。多分僕たちよりたくさん歩のお父さんの絵や歩自身の絵も見てきたことだろう。その伊月が言うんだから、きっとこの絵は歩が描いたものに違いない。すごい絵描きよったんやな歩。うまかったやな、レベル高いぞ。歩画伯とかなっとったかもしれんレベル。歩のお父さんは数年前に亡くなっているよったな、序盤の方で。死因は転落死。転落死？ええ、転落死？いや、この絵の前で転落死って聞かれたらさ、ここから転落死したみたいに聞こえるやん。そういうことなん？海岸近くってもう完全にこの絵で、そうとしか考えれんようになってきてましたった。歩むすごいキャラだと思ったらいきなり重要人物に。ほんとやで、前回のパートの歩む若干ボケキャラだったのにな。海岸近くの崖から落ちたと聞いている。歩むはこの絵をどんな気持ちで描いていたんだろう。ねえ、出よう。え？うん。急に罪悪感が襲ってくる。すべての絵に布をかぶせ、僕たちは逃げるように部屋から抜け出した。これ夏雪が見たらどんな顔するだろう。もう見ちゃあかん、もう見てしまったような顔になってしまっとうけんな。一階に戻ってきたものの、僕も伊月も何も喋らなかった。見ちゃいけないものを見てしまったような、そんな気分だ。このままここにいてもしょうがないと思い、僕たちは早々に解散した。まあそうなるわな。何だったんあれ。ああ、わからん。7月21日、月曜日。
やった晴れた、やっと晴れた。あんな天気ゴリゴリだったんや。もう天気が雨降っとうときはさ、なんか悪い不吉な予兆があるってことなんかなっていうような内容だった。さっきの話、こっからはいい話に戻ってきますように。今日は朝からいい天気だった。暑いな、日差しがいつもより強く、本格的な夏の始まりを感じさせる、そんな空気だ。今日も本拠地に集まることになっている。そりゃそうや、早う準備せんかったら文化祭間に合わん。具体的な時間は決めていないが、各自昼食を済ませたら集合とのこと。もう昼なんやな。というわけで昼下がり、本拠地に向かって歩いていたのだが、その道中見知った二人を見かけた。デートしてる、デートしてる。おお、こっから神回の予感。おお、ね、ね、お願い、ね。いや、それはさすがに、森崎がコナミに言い寄っている。何やってんの？おう、料理ではないか。あ、これはゆり関係。そうだろう。ここは注目しておくべきだぞ。何かしながらこのキャス見てくださってるみんな、そんな人がいるなら画面を見ろ。こんにちは。うん。で、何してたの？先輩には関係ありません。さっさとどこかに行ってください。ひどい言い草だな。マリンちゃんがグループでお一緒にやろうって誘ってきたんじゃ。ああ、そうか。誘うことは別に悪いことじゃないんやけど、コナミはおいらのグループに入っとうけんなって感じなんやな。両方とも手伝ったらいいやんって感じは俺はするんやけどな。それじゃダメなんかな、コナミちゃん。グループ展、最多祭の？はい、そうです。私は兄上たちと一緒に出るから無理だと言ってるんじゃが、なかなか聞いてくれなくてのなかなか。その割にはなんか嬉しそうやの、お前。ちょっとでもいいから参加してほしいんです。ふーむ、この夏休みの間に私たち以外ともちゃんと喋れるようになった方がいいと思うんです。そうや、その通りや、マリンちゃん。むーコナミは全然乗り気じゃない様子。森崎の言う通り、コナミにはクラスで話せる子がいた方がいいとは思う。とはいえ、本人が嫌だと言うなら、無理強いはできない。コナミとしては、どうしても嫌って感じ？そういうわけじゃないが、他のグループの中に一人で入っていくなんて、私には難易度高すぎじゃ。マリンちゃんが私たちのグループに来るなら大歓迎じゃかの。大歓迎。コナミの言葉に森崎は一人ときめいていた。わ、森崎ちゃん、もうマリンちゃん、その目いいよ、その目いいよ。もう君のことをカスタムサムネイルにしようかなって思ったけどね、残念だったね。やっぱ前半の話の方がサムネイルにした方がいいような気がしてきたけど、ごめんな、今回はダメだ、マリンちゃん。おっと、違う違う、それじゃあダメダメ。それじゃあ結局コナミさんにこれ以上友達ができなくなっちゃうでしょ。作ろうと思って作るものになかろう、友達は。それが間違いだって。友達は作ろうと思って作るべきなの。もう話は平行線のまま進展しない。そのグループって何人？私とコナミさんを入れて4人です。ああ、まあまあいい感じじゃない。知らんやつが2人ってことだろう。それだったら2-2で、なんとかなるんちゃうかなって人数やね。勝手に入れないで。ってことは萌崎以外に2人いるってことか。そうなります。その子たちってコナミのことをどう思ってるか分かってる？え？もしコナミのことをよく思っていないようなら。大丈夫です、みんな優しい子ばっかりですから。萌崎がそう思ってても実勢はどうかわからないでしょ。
そんなことはありません。本当に。そうは言ってもさ、コナミからしてみたら怖いって思えば拭えないんじゃないかな。それじゃあ先輩はコナミちゃんのことを諦めろって言うんですか？いや、そう言いたいわけじゃないけど。これは大変なことになってきた。よっしゃ、この辺で終わりにさせていただきましょう。この辺で今回は、次回のパートのお楽しみってことにしておきます。ゆり展開はね。けどこれデートじゃなかったな。デートかと思って行きたい人ったけどちょっと違ったな。ちょっと残念です。お誘いやん。でもお誘いやん。コラメちゃんお誘い来てるやん。友達作るチャンスやん。このうーんって来てから、コナミちゃんがうーんって来てから、その次にコナミちゃんがどういうことを言い出すかっていうのがちょっと重要なところなんよね、今回のこのシーンでのところはね。というわけで、まあ重要なシーンは次に回すという俺の次回のパートを見てる精神があるんでね、この辺でお会いとさせていただきます。あ、何俺次の話に持っていこうとしてんだ。よっしゃ。というわけで、まあ今回はこの辺で、時間も残り1分切ったんでね、みんな次回もよろしくな。次回は多分ゆりの話になってくると思うからね、絶対見てね。しわげ。ふう、やっとが変わった。